どうも、皆さん、工藤でございます。今回は、ついにあの話題に触れたいと思います。Twitter の X でございます。はい。まあちょっとね、だいぶ、まあ出遅れた感があるんですけど、はい、今日はついに、Twitter のね、まあ名前が X に改名されたっていうね、お話をしたいと思います。現在というか今日はね、2023年8月2日なわけですが、まあ、X にね、なってから、まあ、だいぶ時間が、まあ、経っているので、はい、まあ、その、Twitter から X になるにあたって、こう、なんだろう、iOS のね、アイコンが変わったりとか、もう結構なんか、X への移行もね、だいぶ進んでいると思いますので、まあ、その辺も関してちょっと触れてみようかなと思います。最初に X になったのっていつだったっけ、そもそも。そこがね、ちょっとあんま覚えてないんですけど。まあ、言うてもでも、まあ、1週間、2週間ぐらいかな。うん。私はですね、何で知ったかっていうと、まあ、たびたびこのクドラジでも言ってるんですけど、私は YouTube のね、ホリエモンチャンネルをチャンネル登録して、よく見てるんですけど、夕方ぐらいかな、に、ホリエモンチャンネルの方で新しい動画がね、ポンって投稿されてて、でそれが Twitter が X になりました、みたいな。で、それについてホリエさんが、まあ、解説してくれるっていう動画だったんですけど、私はそれで初めて知りました。はい。で、実はなんかテレビなんかでもね、その日、もうめちゃくちゃ取り上げられてたらしくて、私なんかよりね、なんか母親の方が、早く情報を取ってたっていうね、はい、こともあったんですけど、うん、もう Twitter の、まあ、リブランディングというか、はい。まあ、名前やら何やらがもう X になっております。で、私普段はね、ウェブ版の、Twitter 使ってます。はい。基本的にはね。投稿も、そうだね、今日の朝の、ポケモンスリープの投稿とかもウェブ版でやったし、あとはまあ、Android かな。Android の方で、まあ、たまにこう、通知が来たりするの確認するぐらい。ですかね。iOS もね、一応 iPhone 持ってはいるんですけど、まあ、ほぼサブ端末なので、はい。なんていうのかな。もう、なんか、タイマーとか、そう、うん、くらいの感覚でしか使ってないんですけど、一応確認したら、なんか、今ね、確認するとね、名前はね、X になってるんだけど、私の iPhone、iPhone 8っていうね、めちゃくちゃ古い iPhone なんですけど、最近iOS をね、16?かなに変えてみたんだけど、うまく変えられていないのか、X っていう名前にはなってるんだけど、相変わらず、青い鳥のアイコンになってます。はい。この収録する前に、App Store でね、更新かけてみたんだけど、特段アイコンが変わる感じではないですね。もしかするとこれは多分、私の iPhone が古すぎるせいかもしれないんで、皆さんはね、多分 iOS 使ってる方、アップデートすると、X のアイコンになるんじゃないかなと思います。ちょっとわかんない、そこは。はい。皆さん、ご自身でね、確認してみてください。ちなみに、Android の方はもう完全にもう X、そしてアイコンも X になっております。はい。急遽ね、もうアイコンがね、変わったんで、私もね、あれ ?Twitter どこ行った?みたいな。いつもある場所にツイッターのアプリなくなったみたいな。あれもしかして勝手に消えたみたいな風に思ってたんだけど、実はそのアイコンがね、X っていうアイコンに変わってて気づかなかったっていうだけでした。はい。まあ、今までその青いアイコンにその白い鳥がね、ポンって乗っかってるっていうアイコンだったから、他の、まあ、SNS 系のアイコンと見比べてもね、あ、これツイッターだなって、分かったんだけど、X になるとね、そうですね、私が同じその、なんていうの、Android のフォルダっていうのかな、アプリのこうグループ作ってるんだけど、そこの中に、TikTok とか、まあ、スレッズが同じように入ってるんですけど、まあ、似てるんだよね、やっぱ黒背景にこう、白文字みたいな感じがね、すごい似てて、なんか、パッと見分かんなかったっていうのはありましたね、はい。まあでも、そうね。結構ネットで調べると、X になったことで、なんか、不便になったというか、
ね、それこそ青い鳥のアイコンに戻す方法とかなんかね言ってる人いますけど、いや私はもう X でいいんじゃないかなとは思いますけどね。なんか別にその機能的に何かが変わったわけじゃないし、今のところ使い勝手は何にも変わってないですよね。なんか先週のポーさんとのね、アニボッチステーションの中で、中で言ったかな、配信外かな、ちょっと忘れたんですけど、ポーさんに教えてもらって、X はなんかもう、UI っていうのかな、もうダークモードしかないみたいな、話もあって、まあ私は普段からもうダークモードしか使ってないので、もうそれすらもね、別にって感じなんで、はい。まあだから特段私はね、X に変わったところで何にも不便を被ってないので、全然ね、もう X になっちゃってくださいよみたいな。むしろ X の方がちょっとかっこよくて好きなんですけどね。もちろんね、なんていうのかな。こう、例えば Twitter でシェアしますよみたいなことを今まで言ってたんだけど、Twitter の方をフォローしてねとか言ってたから、それがまあ X っていう名前になったことで、まあ、ちょっとどう言えばいいか分かんなくなるみたいなのはあります。はい。ついつい Twitter って言ってしまう。まあ慣れもあるからね。まあ今後だから XX っていうのに慣れていかないと、私の X フォローしてねとか、ただその投稿するっていう文言については変わってたんだよな。今までその Twitter の時は、ツイートするっていう、そのツイートボタンっていうか、があったんだけど、それが投稿するっていう、まあ、日本語の場合になってて、まあしょうがないよね。まあツイッターじゃないんだから、もうツイートするとは多分言えないんだろうなとは思いました。はい。なんて言うんだろうね。投稿する ?X する。ちょっとわかんないですけど、はい。まあでもなんかね、いろいろ調べると出てきますね。なんか、X やめてくれっていうね。まあ被害を被ってる人はまあ、いるみたいですけど、まあでも最初だからしょうがないよ。ね、まあいろいろ変更があると、まあそれについていけない人というかがまあいるっていうのはね、それこそ戦隊シリーズとかさ、仮面ライダーとかもそうだと思うんだけど、ね、日曜の朝に入ってるあれもさ、新しい仮面ライダーとか新しい戦隊シリーズ始まった時ってさ、ね、やっぱりそのこれまでの慣れ親しんだね、戦隊シリーズ仮面ライダーの方にさ、こう愛着が湧いてるから、新しいやつってなんとなくこう受け入れがたいみたいなところあると思うんだよね。今度こんなやつかよ、みたいな。ダッサー、みたいな感じだと思うんだけど、でもそれがこう、話数を重ねていくごとに、なんか普通に好きになって毎週ちゃんと見てるみたいな、そういう自分がいるってことがね、結構あるんじゃないかなと、思うので、まあ、時間が解決してくれるんじゃないかなっていうふうには私は思ってます。はい。多分最初だけじゃないかなと。ね。はい。まあ、もしね、これ聞いて、いや、私は Twitter の方がいいっていうね。X じゃなくて Twitter の方に戻してほしいとかね。あれば、ぜひぜひ、Twitter、それは Twitter じゃなくて、X とか、コメント、お便りか、お便りの方で送ってもらえると、あ、そういう意見もあるんだなっていうふうに。私もね、わかりますんで、ぜひぜひ送っていただけると嬉しいです。はい。やっぱ、あれだね、iOS に関しては、ほんと直近だね、昨日とかなのかな?昨日あたり、もう、Twitter っていうのがなくなったのかな?もう完全に X になって、アプリのアイコン X に戸惑いの声もって書いてる人もいて、まあ最初だけよ、最初だけ。多分最初だけだと思います。私も最初ね、どこ行ったっけってなったけど、もう徐々に慣れつつあるもんね。はい。まああとはだからその、言うときね、さっきもだけど、私の Twitter フォローしてじゃなくて、私の X フォローしてっていう風に言わないと、まあいけないってわけじゃないけど、ね。いずれその、なんていうのかな。X が当たり前の世代がね、こう出てきたときに、いつまでツイッター言ってるんだ、この人って、ね、言われかねないので、はい。それはね、ちょっとダサすぎるんで、はい。もうどんどん X に慣れていきましょう。ねえ、X か。かっこいいよね。
私は好きですよ、X。うん。まあ、ちょっとね、その、なんだろう、言いにくいっていうのはあるけどね、さっきのその、投稿するがね、あ、そのツイートするが、まあ、投稿するになってて、うん。まあ、投稿するでも、まあ、悪くはないけど、ね、なんかないかなっていうね、X する。X するはなんかちょっと微妙だからね、うん。まあ、なんかないかなぐらいですかね、私は。それぐらいしか、まあ、被害というか、不便を感じてないので、私はもうこのまま X でね、はい、駆け抜けてほしいなと思います。はい。あの、ちなみに、あの、私、最近、ちょっと迷ってるのが、あの、それこそ Twitter ブルーじゃなくて、X ブルーになったんじゃなかったっけ？あの、課金のやつね。なんだっけ？その、広告がね、少し少なくなるとか、じゃなかったっけ？そう、認証アカウントになるってやつね。うん。そうだ。あ、でもまだこれ Twitter ブルーになってるな、ウェブ版。あれ？アプリ版で見ると、どうなんだ？ちょっと待ってね。ブルーってのがあって、あ、まだ Twitter ブルーになってる。あら。あらあらあら。まあ、おそらくここも X ブルーに多分変わっていくんでしょうね。うん。まあ、このね、ブルー。あの、ツイッター、まあ、X のね、課金、アカウントっていうか、課金するやつなんですけど、うん、長いツイートができたりとか、あとツイート編集できるようになるとか、NFT のプロフィール画像を設定できるようになるとかっていうやつがあるんですけど、これね、ちょっと、今迷ってるんですよ。はい、実は。うん。なんで迷ってるかっていうと、最近その筋トレ、その、チャット GPT 使った AI の筋トレの投稿してるんですけど、その時にね、そのプロンプトというか、そのチャット GPT とのやりとりをね、表示させたかったりするんですけど、やっぱ文字数制限があるんで、なかなかね、全部こう表示させることができなくて、それでちょっとこうね、まあ、ブルー使ってみようかなとかね、思ったりしてます。あとなんかその優先的に表示させてくれたりとかね、いうのもあるらしいので、まあフォロワーを増やすとかっていう目的のためにもね、使えたりするのかなとか思ったり、はい。まあ、他にもいろんな機能があるんでね、ちょっとやってみようかなって思ったりはしてます。はい。あれちょっと迷ってる段階なんで、やるかどうかはね、わかんないんですけど、まあ月額980円だっけ？ウェブ版はね。うん、980円。これ Android だか iOS 版でやるとね、その、まあ、いわゆるなんか税金みたいな、Apple 税とか言われてますけど、ね、かかって、ちょっと高くなるんで、まあ、ウェブ版で契約するのがおすすめですね。年間だと1280円。1万円で契約できるんだね。まあでもとりあえずお試しで980円使ってみて、まあ、自分に必要なものだと判断すれば、まあ、年間契約するのがいいんじゃないかなと思いますけどね。1ヶ月ぐらいはちょっとお試しで使ってみようかな。2万5000文字も打てるのこれ。あれそんなに長かったっけ？これ変わったんかな？なんかネットとかで調べると4000文字って書いてた気がするんだけど。長さが最大2万5000文字のツイート、返信、引用を作成できるって書いてる。ツイートの編集はね、まああんま使わないかな。まあたまーにあるけどね。あ、これちょっとなんか言い方良くなかったなとかね、あるけど。まあそれくらいかな。あと NFT のプロフィール画像もまあ、私 NFT ね、所持してて、今設定してるアイコンも実は NFT の画像ではあるんだけど、その NFT として設定してるっていうよりかは、まあその持ってる画像をそのままピング画像としてたらね、表示させるだけなんで、まあここもちょっと気になるなっていうところはありますね。うん。はい、まあそれぐらいかな。あと長い動画アップロードできるっていうのもありますけど、まあだから私で言うと YouTube で配信しているゲーム実況動画を Twitter で流すこともまあできるのか。ね。ちょっとね。まあメリットはあるとは思うんですけど、ちょっと迷いますね。はい。もしね、これに関しても、あのブルーに関しても、なんか使ってる人いてとか使ってて、なんか、いや、これ、おすすめですよとか、いや、使っても微妙でしたとかね、あれば、ぜひぜひ教えていただけると嬉しいです。はい。ってなわけで、まあ、特段その、なんだろう、
その X に関する最新情報とかってわけじゃないんですけど、まあ、私なりの X に関する感想というか、まあ、意見というかをお話ししてみました。はい。私はもう何度も言いますけど、X 賛成派というか、うん、まあ、今後もね、ガンガンもう X にしちゃって、ね、かっこいいんで、はい。やっていってほしいなと思います。はい。ではでは、今回の配信はここまでにしたいと思います。それでは、また次の配信でお会いしましょう。バイバイ。